受験生の皆さん、こんにちは。第6項英文解釈をやっていきます。大学受験も差し迫ってくると結構勉強の進みが気になってきます。まだ最初の段階ですけれども、今のうちにしっかりと基礎を含んだ英文を理解していってください。応用レベルといってもまだ基礎を十分に意識して授業していきます。それでは始めます。第6項1番目の文章です。ラスキンの、ジョン・ラスキンの文章ですね。そしたらいきます。 It is a strange thing how little in general people know about the skyIt is a part of creation in which nature has done more for the sake of pleasing man, more for the soil and the evident purpose of talking to him and teaching him. そしたらまずこの文章、これだけいきます。It is a strange thing. それは、a strange thing. 奇妙なことだ。何が奇妙なことなのか、in general、一般に。こうなりますね。そしたら行くと、例えばこの it の指す内容は、how 以下全部です。だから、how little people know about the sky で、ここでちょっと基本的なことをやっていきましょう。例えばこのリトルというこの言葉の品種は一体何なのか。この言葉の品種は、例えばリトルという言葉、辞書引くと、まず形容詞が出てきます。そしたら形容詞の文例を見ると、例えばこの文章に合わせて文章を書いてみますと、 She hasLittle knowledge. Knowledge about it. 例えばこういう文章がありますね。そうすると、彼女は持っている知識をそのことについてのと、こういうふうな訳をすることができます。彼女はそれについての知識を持っている。どれぐらいのことなのかというとリトルなんです。はい、ここでもう一回ちょっと簡単なことを復習します。名詞を修飾するのは形容詞、形容詞を修飾するのは副詞、動詞を修飾するのも副詞、そして副詞を修飾するのは副詞ちゃん言うと覚えておきましょうね。そしたら名詞を修飾するのは形容詞、形容詞を修飾するのは副詞、動詞を修飾するのも副詞、そして副詞を修飾するのも副詞ちゃんと覚えていただいたら、この場合はナレッジという言葉は抽象名詞です。こいつは名詞ですね。そうすると名詞を修飾するとすべて形容詞ですから、このリトルは形容詞適用法で、この意味はほとんど ないという意味です。だから形容詞としては、彼女はそのことについての知識をほとんど持っていないというふうな、ちょっと動詞を修飾しているような訳をしますけれども、ほとんどない知識を持っているというところですよね。だからこの律語はナレッジにかかります。そしたら今度副詞の文章、 She 律語 knowsAbout it. そしたらこれは当然 C は C です。
彼女はです。そのことについて、そのことについて、knows、知って、ほとんどこれ、こうですよね。そしたら、ここは一緒、ここ一緒、ここ一緒、ここ一緒、とこういう感じで。そしたら、has little knowledge、SVO の文章。この場合は SV だけになります。そうすると、この、リズルというのはノーズという動詞を修飾していきます。この動詞を修飾しています。これ動詞です。そうしたら動詞を修飾しているのは副詞ですから、これ副詞用法になります。そしたら意味はこれ両方とも同じ意味なんです。彼女はそのことについてほとんど何も知らないんだと、こういうふうな意味になる。彼女はそのことについてもう知識をほとんど持っていないと訳したらいいわけですよね、基本的にはね。だからほとんどないというところの訳をすると考えたら、このリズルという言葉はここでは少し、考え方をちょっと整理してみましょう。 How little people know about the sky で、このリズルがこの people を修飾したら、これほとんどない人々といったらおかしいから、小さな人、かわいい人々となってしまう。で、この Know about the sky、 空について知ってるかわいい人たちは How? 何だろうなって、これで意味が通じない。そしたらこの little を名詞、形容詞ではなくて副詞だとすると、副詞だとすると副詞の働きは形容詞でどうでこうこうとなりますよね。そうするとこの文章で形容詞はありません。ここにあってもここにはない、動詞は No という動詞がある、副詞はない。そしたらこのリトルはこういうふうにこいつをこう修飾するんだと、それを How という言葉で強調していると考えたらいいわけです。そうすると人々が空について知ってることがなんと少ないことだろうかという意味になってくる。そしたらこれを意訳すると、人々が空について知ってる知識はほとんどない、ほとんど少ないというの、あるいは知識じゃなくて人々が空について知ってることがなんと少ないか、それは奇妙なことだなという意味になってくる。なんで奇妙か、毎日空見とるやんと。朝行ってきます言って学校行くとき、あるいは行ってきます仕事行ってくとき、ああ今日は雨やな、今日曇っとんなと言って、毎日私たちはお天気を気にしていきます。お天気の対象は一つは絶対に空です。そうやって考えたら、この文章、人々が空についてなんと少しのことしか知らないか、それは奇妙なことだなと、こないなってくるわけですね。そしたらなんと少ししか知らないないなんて、アバウト世界、空について人々が空についてなんと少ししか知らないなんて、そらへんやでと、こう言いたいわけです。よろしいですか。そしたらその次の文章に行きます。まあこの辺のところを多少整理していくと少しは分かりやすくなってくると思います。その次行きます。